毎度ティコグレストロンですどうもどうも皆さん今日はね、間違いなく僕アップした動画の中では一番再生回数の少ない動画になりそうですどうも今日何を紹介するかと言ったら、同じ意味のマスト・オブ・ジャージユニバース。関連なアイテムなんですけれども、これ過去にね、レビューしたホルダックの、えー、ツイッターヘッドというか、あの、スターチューの、会社が作ったホルダックのスターチューの、 まあ、スイ付属品であるオールダックスミニオンというものなんですね。極めてマニアックなもう商品になります。あ、ちょっとね、ノベ忘れたんだけれども、これはね、あの、t w i t t e r h e a の、えー、店で直接、えー、購入せざれなかった当時はねで、これが日本に送らないんで、いっぺんヨーロッパの実家に送ってもらって、でそっから もうススーーツケにに入れてて日本にっていたで今はこの TwitterHead のものがサイドショーのホームページで購入できるから今だと日本にも送ってもらえると思いますサイドショーを通してねで箱はこんな感じでここにあのホールザキミニオンって書いてあってマーケットでマスター・オブ・ジ・ユニバースバッグもそうなんですねここにマスターって書いてありますでサイズは本当にちっこいんですよね、まあ、ちっちゃいものなので えー、28×27 の14まあ明らかにマスターピーストランスフォーマーのマスターピースサイズだと思ったらいいんですねはいそれでは開けましょういや今回はね開けろ開けろこれで開けてないんだけれどもすでに開けておりますスタュオはものすごくね新居使うんで さすがに生では飽きるのはちょっと怖いわ、まあ、これはね1万回再生だったらやってもいいんですけれども所詮5回再生いくかどうかなってこれトップねで中に入ってるものこれまあ結局ね2ピースだけなんでねこれとスタンドとまあミニオンなんですね はいと、しけとりそれではオールダックミニオンズ完成ですいや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 、なかなかの一品だな、これはまあ、見ての通りね、もう縦に極めて長い一品ですからこれは縦で取った方がいいと思います、あとまたショート動画も作るつもりなんですけれども。 ま,あまずです、ね、このベースとここ上のところを、まあ、ベースの中に差し込むだけなので、まあ、極めて単純なスタチューでございます。でよく僕の場合はラッキーに丈夫に作られたって言えるわけなんでねこれだってあのヨーロッパまで送ってもらってでそれをまだスーツケースに突っ込んで日本まで持って帰ったわけだからもう全然破損もなく、えー、無事にたどり着いたのは。 まあ、極めてありがたいとあの言えるわけなんですよね。えー、で、もの自体を見ると、まあ、本当にいかついんでね、自分の、まあ、主であるホルダックには、まあ、とっても、まあ、うんなんといったら、雰囲気はぴったり合うんでね、まあ、ホルダックというキャラクターは、ザーンこれもっとベジックな。 マスター・オフジ・ーユニバース・オリジンズのホールダックなんだけれども見ての通りねこいつも赤いコウモリを持ってますこれボスなんでねでこの彼はいつも持ってるこのワンションにもコウモリがあ書かれててこれホールダック・ミニオンスと呼ばれてるんでこれを、まあ、独立したあの存在として描いたのは今回もうちょっとリアルな感じでね、まあ、なんかすごく、えー、ホールダックというキャラクターを吸血鬼を あの連続させる別に吸血鬼ではないけどなんとなくその父母からね、えーまあ、この世界の一番の有名な区役である魔王スケルタとはまだちょっとね、えー、違う感じの、まあ、全く本来だったら全然違う勢力なんですけれどもあのスケルタ特別させるためにはちょっと、えー、彼の軍勢にはちょっと、ね、こういう赤いコウモリ吸血っぽい雰囲気を持たせてますね。 これ本当にいいですわこんなにすごい一品だとは思わなかったんでもう買って本当に良かったんですね、まあ、安くはなかったんですよ今で言うとほんま2万近かったと思いますけれども今この円安の中でね計算すると、えー、だけども本当に良かったですでほんとほんならやったら彫刻とホルダックの彫刻と比べないといけないんですけどあれはね 今とてもじゃないけど取り出せるような場所ではないのでということで皆さんご勘弁願いたいですいやでもディテールはすごいわ本当にこの翼のディテールも本当にいいし質感はもうたまんないんですよね でこれ実際にここに映ってる色よりはちょっとダークな感じなんでねレンズ越しだともうちょっと明るく見えるとは思いますけどこんな明るくはないですもうちょっとダークな感じなんですね実,実際はでベースがこんな感じすごい、えー、機械っぽい感じなんでねこのホルダーというものはもう体を自由自在に体を機械に変えられる腕とかね腕を もうコブラのサイコガールみたいな腕にするときもあればもう自分が飛ぶロケットに変形したりとかねそういうこともあるので、まあ、あの吸血っぽいところとなんと言ったのかな、えー、っとサイボーグみたいなところ、えー、合わせてるのはこのキャラクターでこれが完全に自分のスカイであるミニオンに現れてるんですね上がすごく まあ、ほんとデーモンっていう感じで、で、下が、もう SF っぽいなんか、ものを連想させます。ちなみに、ミニオン、ミニオンって言うんだけれども、今で言うと日本でミニオンって言うと、黄色い、えー、ちっちゃなあの、レンチュラが、バナーナーってやたらと叫んでるというイメージなんだけれども、いや、これもミニオンズなんだけども、全然それとは違います。はい。それでは皆さん、今日の動画、 僕は最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。はい。帝国こ,こでストロンでした。じゃあねー。